ユーノ先生、お邪魔しますよ。失礼いたします。アコース査察官、シスターシャッハ。ご連絡いただけたらお迎えを出しましたのに。いえいえ、神出鬼没が僕のモットーでして。お気になさらず。これよろしければ皆さんで。西欧教会印の紅茶葉です。僕特製のマドレーヌです。ありがとうございます。いただきます。うん。で、早速ですが、例の調査ですね。予言解釈の方は専門家の皆さんにお任せするとして、予言のキーワードで検索調査を行いました。古い結晶と無限の欲望が集い交わる地、シセル王のもと聖地より蚊の翼が蘇る。ええ。古い結晶はロストロギア、レリックとして、聖地より蘇る蚊の翼とは古代ベルカ時代の戦船、空中戦艦って可能性が高いです。やはりですか。ロストロギアの中でも戦船は全てが一区級以上の格付けをされた危険物ですが、特に古代ベルカ西王家の使用していた巨大戦艦、これはまさか。ベルカのおとぎ話にもある天地を滑る聖者の船、西王のゆりかご。こんなものが。本当に蘇る可能性はあるんですか。ないとは言えません。ゆりかごの消失地点はミッド地上だと言いますし、どこかに眠っているのかもしれません。ですが300年以上前のものです。そんなものが動くかどうかも分かりませんし、何よりこんな巨大なものがこれまで誰にも発見されないなんて。レリックも300年以上前のロストロギアですが、問題なく稼働しています。そしてこんな巨大なものが見つからない理由は、ええ、誰かが隠している。極めて大きな現実的な財力や権力を持った何者かが。私はなんだか混乱してきました。ほらシャッハ、マドレーヌ食べて落ち着いて。今お茶も入れてもらいますから。ああ、すみません。ちょっと失礼。こちらアコスだ。緊急調査の追加をお願いします。私はカリムと教会騎士団に報告を。ああ、まだ確定情報というわけではないですから。大丈夫です。軌道6課の方には僕が伝えます。高町1位に伝えたいこともありますし、西欧のゆりかごについての調査もこのまま進めます。はい、お願いいたします。ヨーリン、迎えに来たぞ。ありがとうです、ビータちゃん。こっちにはどうして。本局の航空隊から出航研修って口実で人を借りる手続きがあってな。うまくいったですか。ナノハの生徒たちだ。そりゃもう話が早かった。納得です。あ、そういえばちゃんと謝ってなかったです、前回の出動のこと。別に謝ることなんかねえだろ。私は落ちちゃいけなかったです。壊れちゃったアイゼンも無事に治ったからいいですけど、私は落ちずに、アイゼンも傷つけずに最後まで飛び続けてなきゃ。バーカ、お前は私とアイゼンをちゃんと守ってくれて、お前も無事だった。それで十分だよ。生きて次の戦いに行ける。そしたら今度は前と同じ失敗はしねえって決意の分、もう少しくらい踏ん張りが効くだろ。はい。私もお前もな、それでいいんだ。失敗も後悔も抱え込んで前に進んでいくんだ。はいです。おう。じゃあ今度は別件です。ビータちゃん、仙台リーンのことどれくらい覚えてます。なんだよヤブカラボーに。聞きたいからです。一緒に過ごした時期はなんつうかいろいろあってよ。当たり散らしてばっかだったな。悲しがらせてばっかだった。はい。悪いことしたんだよな。あいつも大変だったのに。ザフィーラ、いい経過ね。ああ、随分力が戻ってきた。私たちの守護騎士システム、
緊急リカバリーとかシステム復旧とか、その辺はもうほとんど頼りにできないわね。そうだな。もともと野天の将リーンフォースが維持してくれていたシステムだ。彼女なき今、それが徐々に使えなくなっていくのはある意味では必然だ。初代が、先代のリーンフォースがね、今も一緒にいられたらって最近よく思うの。いつも冷静でいようとして無理ばかりして、私たちの運命を一番悲しんでたあの子が今ハヤテちゃんの元で一緒に過ごせてたらって。なあ、あの日あんな形であの子を失ってなかったら、ハヤテちゃんも今ほど必死に走ってなかったんじゃないかって。そうかもしれんな。まあだから私は私にできる精一杯のことをするわ。そうだな。今度はきっと手遅れになんてしないように。そう、ありがとう、ビータ副隊長。ああ、それじゃあな。生徒たち借りられた？うん、予定人数なんとかクリア。準備は順調だね。フォワード陣のファイナルリミッターも解除するし、レイジングハートもブラスターの最終調整をしてもらってるし。万全にするのはわかるけど、ナノハのブラスターはやっぱり怖いな。万が一の時のための保険だよ。怖くなくなるための、フェイトちゃんやみんなに心配をかけないで済むようにするための準備なんだから。まあそうなんだけど。フェイトちゃんだって決戦用装備いろいろ準備してるでしょ。それは私とバルディッシュは普通の変化だもの。シンソニックフォームはあんまり普通の変化じゃないと思うけど。あ、フェイトさん、シェリオです。あ、うん、フォワード3人、アースラ到着です。うん、了解。アースラ、久しぶりだな。うん、私も。エリオ、キャロ。あ、フェイトさん、お疲れ様です。今は一休み？さっき作業とか報告は終えてきました。でも訓練がお休みだからなんだか落ち着かなくて。そうだね、いつもならこの時間までずっと訓練だったもんね。ねえ、エリオ、キャロ、二人はブースト系かなり詳しいよね。C ランクの割にはって、ビータ副隊長が。僕もキャロによくかけてもらいますから。私はブースト系を取ったことがないからあまり詳しくないんだけど、例えば自分にブーストをかけ続けたりするとどうなるのかな。ブーストは魔力付与による能力強化ですから、魔力運用の上手な人ほど自己ブーストはあんまり意味がなくて。利点といえばほぼ無意識でも維持できることとか。あとはあ、ほらあれ、オーバーロードとか。あ、そうだ、高度な収束技術を使える人やカートリッジデバイスを使ってる人が魔力のオーバーロードを無視して強力な自己ブーストをかければ、理論上は限界突破の力を扱うことができるって。もちろん乗算で魔力を消費していきますから、維持時間は極端に短くなりますし、体への負担も。普通の人はそんな巨大な魔力を制御すること自体が難しいですが。だからブーストでのオーバーロードは絶対させないようにってナノハさんに教わりました。そうだったね。オーバーロードが過ぎるとどうなっちゃう？魔力が暴発するか、魔力の圧力に耐えられなくなったデバイスや実写の体が壊れます。あ、でもフェイトさんのソニックとかライオットはカートリッジブーストの機能をバルディッシュがしっかり制御してくれてますから大丈夫ですよ。マリーさんがそうおっしゃってました。フェイトさんの体のこと、フェイトさんよりバルディッシュの方が分かってるかもしれないって。あ、そうなんだ。ナノハさんとレイジングハートも、あのコンビは本当に一心同体のベストコンビだって。まあ一心同体だから余計に心配なんだよね。ナノハもレイジングハートも本当に無茶する子だから。あの、んその、私とエリオくん
シャーリーさんからすると、それはフェイトさんもです。すみません。でもシグナム副隊長がおっしゃってました。フェイトさんは高速型のアタッカーだから、鋭い刃ほど傷つきやすいって。だからいつかちゃんと二人でフェイトさんをしっかり守れるようになれって。そっか。シグナム副隊長もひどいな。私はそんなにもろくないよ。早くて鋭くて折れない刃になろうって思ってずっとやってきたんだから。ありがとうキャロ、エリオ、勉強になったよ。そんな。こちらこそ、おさらいできました。ありがとうございました。じゃあね、非常事態がなければまた明日。はい、失礼します。一度は落ちたこともあるナノハだから、自分の技にちゃんと確信を持ってるとは思う。だけどやっぱり心配は消えない。心を決めたナノハは時々何もかもを振り切ってどこまでも行ってしまいそうな、そんな目をするから。あ、外部通信、ユーノ君から。もしもし。ああ、ナノハ、さっき送ったデータ見てくれたかな。うん、みんなに知らせたよ。なんかいろいろ大変なことになってちゃいそうだけど。そうだね。ナノハは大丈夫って聞かれたり心配してるって言われるのあんまり得意じゃないから。そんなことないけど。一言だけ。お、きっと大丈夫だから。それと余計なお世話かもしれないけど、フェイト、ナノハのことかなり心配してると思うんだけど。うん、気持ち分かってあげてね。うん、大丈夫。フェイトがちゃんと引き止めてないと、ナノハはどこまでだって飛んでっちゃうんだから。そんなことないよ。うん、ありがとう、ユーノくん。なんか元気出た。まあ、ザフィーラも心配なさそうでよかった。そうね。お、なんだリン、寝ちまったのか。お出かけバッグ持ってきてよかった。このままアースラまで連れてってやるから、ゆっくり寝てろ。